呪いができた。ウィッシュモチはゼルダ人生に彩りをイカ坊主です。ということで今回もゼルダ武装厄災の黙食のバグ検証をやっていくんですけれども、呪いのスパ呪い？イカ坊主くんは呪いとかさっぱりピーマンで信じないタイプなんですが、今回はとあるバグを用いて呪いの具現化ができるとの情報をいただきました。本当にそんなことできるん？まあよくわからんけど、早速検証するためにほっぺん行ってみよう。さあということでゲーム画面のイカ坊主くんです。今回のバグを発動するために必要なものはこのスッスッパを解放していることです。で、まだね、スッパ出してないよって人は、俺の動画で出し方解説してるんで、そっちをね、参考にしてみてください。そしてもう一個条件があるんですけど、このダウンロードコンテンツ第1弾の危険個体。危険個体のミッションの、これ今ね、目撃情報に2体、白銀モリブリンがいると思うんですけど、この2体、危険個体がいるミッションを選んでください。そして、まあ、発動条件を先に言っちゃうと、危険個体を倒した瞬間に、スッパで必殺技を発動すると、呪いを生成することができるみたいです。まあ、ちょっとよくわからんけど、早速検証していきましょう。ということで、やってみよう。さあ、ということで、今回ね、コポング村の方に来ているんですけども、難易度はイージーでやってます。まあ、多分何でもいいと思うんで、早速やっていきましょう。で、まず、必殺技を貯めないといけないんで、この辺の雑魚を倒しておいて、必殺技ゲージを貯めておきます。マップの真ん中より若干右側に2体いるんで、じゃあ上側の白銀モリブリンを倒していきますか。おっと、ちょっと邪魔者がいるんで、こいつをサクッと倒しておきましょう。いや、マジで、スッパね、めちゃくちゃ戦闘が気持ちいいよね。よいしょ。えいやと。オッケーオッケー、サグダ倒しよう。オッケー。いや、かっこいいね、スッパ。久しぶりに厄災の黙食やるけど、スッパ戦闘楽しすぎるわ。このキャラマジでね、楽しいですよ。皆さんぜひね、まだ出してないよって人はサクッと出しちゃってください。厄災の黙食が 1.723 倍楽しくなるわ。よし、オッケー。とりあえず必殺を貯めといたけん、いきますか。まあ、途中ね、モリブリンが出てきたら邪魔してきそうなんで、倒しておきたいところだが、この奥かな。あ、黒モリブリンが現れた。黒モリブリンは倒していこう。ほい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 。よいしょ。あー、いってててててて。これね、ダメージ食らっちゃうと、インが減っちゃうんで、もう一回貯めよう。ここでね、この、バレットタイムを利用して、インを貯めていくとね、非常に簡単です。こんな感じでね。いやよ、はい、成功してまーす。成功してまーす。今はい。これを使うとね、スッパーマジで簡単に強くできるんで、おすすめです。よし、OK。じゃあちょっと上の危険古代モリブリンに会いに行こう。上のやつは何かな？あー、なるほどね。爆弾持っちゅうやつか。オッケー。倒しましょう。あー、これね、こいつ、マジで、あー、イン取りづらいんだよな。これ爆弾をカウンター取るのクソむずいんよね。いででででオッケー。まず一個。あー、早っ。早すぎんご。ほら、オッケー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 。もう投げる瞬間にカウンターつけるといい感じですね。よし、ミスさまった。これで通常攻撃が強化されましたね。おっと、雷のモリブリンが現れたんで、ちょっと一回排除しておこう。邪魔臭いんで、倒していきましょう。オッケー。よいしょ。サクッと雷は排除しておいて、邪魔者がいないようにしておきましょう。これどうやろう？これ、スマッシュすると死んじゃうかな？どうでしょうね。いや、結構こいつ、柔らかいけん。ちょっとスマッシュ死にそうやけん。普通に殴って倒すか。カモーン。おいでおいで。これは。よっ。でー、マジか。それ取れんのかい。おいおい。エレキ水ロープちょっと倒しておこう。水さすんじゃねえよ。えいや。オッケー。さあ、頑張って、白銀モリブリの体力を減らすぞ。カモーン。いや、こいつマジで、スッパで戦いづれな。で、もちろん、これちょっと、ラッシュ取らんでおこう。で、倒した瞬間に必殺技使うね。オッケー。ちょっと頑張ろう。よいしょ。よいしょ。あと一発。あと一発当てた瞬間に必殺技。うまくいくかな。いけ。オッケー。これでいいかな。倒したぞ。えい。さあ、どうなる。これで、ドカーンと、おーおー、待って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 、呪いじゃね呪いができた。ほんとや。やば。え、ちょっと待って、ガチ呪いやん。ちょっと、君には死んでもらおう。よいしょ。ちょっと邪魔せんといてもろて。ちょっと待って、ちょっと呪いが生成された。ガチじゃん。え、やば。これ結構サムネのインパクトやばくない？ガチじゃん。いや、これ面白いな。呪いすぎん？これは呪いですね。あ、なんか、後ろの背景が、なんて言うんやろうね。これわかるかな？なんか反転みたいになってるね。差分になってるね。わかるかな？うう、やば。やばい、近づくとなんか思う。うわー、怖えー。いやー、気持ち悪い。なんだこれ。近づくとやばいな、この呪い。多分、危険個体のなんかオーラみたいなやつが、スッパの必殺技によってとどまってるんでしょうね。やばい、これなんかゲームが重くなりそう。うわー、やば。頭おかしくなる。頭がおかしくなる。なんだこれ。殺意の波動に目覚めたスッパ。めちゃくちゃ簡単ですね。これ誰でもできるね。ちょっと離れると、なんか白くなっちゃうんだ。これ消えるんかな、離れると。あ、でもずっとあるわ、あそこに。なんか可愛いな。遠くにあると、ちょっと可愛いですね。なんか異世界回転生してきそう、あそこから何かが。近づくと、あー、ちゃんと呪いだわ。ちゃんと呪いだわ。いや、これいいですね。
ということで、検証結果、呪いを生成することができました。さあ、今回の動画はここまでです。ここまで見てくださった方はチャンネル登録、高評価ボタンポチよろしくお願いします。いやー、完全に特級呪物を生成してしまいましたね。すごく簡単なバグなんで、ぜひね、皆様も試してみてください。で、突然なんですが、月末ということで、今まで溜まっていた9月から11月の今日までのスーパーサンクスランキング上位3名を表彰いたします。3位、ミー、2位、ウキキキ、そして1位は MTK でした。本当にいつも応援ありがとうございます。この動画にもスーパーサンクスをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ジアノ。